これもう本当に俺なんか歌ったんじゃねえ、とてもじゃないけど、なんかこう正義とか勇気とか。だんだん心惹かれて、その眩しい笑顔、果てない山から飛び出そう、お前。というわけで今日はこのだんだん心惹かれていく、これについて喋ろうかと思います。まあこの歌はですね、何しろドラゴンボール、あれ GT だっけ、で使ってもらったおかげでね、世界中でなんかこういろんなその国の言葉でなんかやっててもらって、とてもそういう意味じゃね、世界的にこのメロディー結局知ってもらえることになったというのがとても嬉しいんですけどね、私も YouTube でちょこちょこっとそういう話聞いて、おお本当だっつって見てみたんだけど、各国のそのアニメのね、そういう主題歌作ってるチームに言いたい、もうちょっとオケ、ちゃんとしたオケ作れ、あのどうかと思うぞっていうのも、まあいろいろ国によってあったりしたんでね、お願いします。まあ細かいことだけど、この曲の特にサビの部分、私の好きなのがね、はい、ここでございます。細かい話だけどね、これミソでございます。はい、ここ細かいことですけれども、ちゃんとね、葉山のアレンジでこれはちゃんとそういう風に後ろでその音動いてくれてますんでね、俺にとっては細かいとこだけど意外に一番気持ちいいとこでございます。まあちっちゃいことこだわってんだなって思うかもしれないけどもね、ちっちゃい男なんだよ。でもね、そういうちっちゃいことの積み重ねが意外と曲っていうのはね重要なんで、まあこんなところももしなんかこうこれを生演奏してみようなんていう人はぜひちゃんとそこは動いてほしいなと思いますが、まあ、あとはやっぱりね、これ浅岡君の歌っていうのがね、何とも言えないやっぱこの突き抜けるような声の成分っていうんですか、これもう本当に俺なんか歌ったんじゃねえ、とてもじゃないけどなんかこう正義とか勇気とかがこう似合わないこう雰囲気になっちゃうんでね、やっぱり彼みたいな突き抜けた声でこその正義とか勇気とか、なんかこうそういうなんかパーンとしたいいなんか仕上がりになったなと思っておりますが、まあそんなわけでね、この曲も本当に何でしょうね、1993年か、これあれだね、1993年いっぱい作ってた頃だな、あ終わっちゃうよ、落ちた。